体がでかいからさ、うん、そうです、なかなか持ちにくい、よいしょ、慣れるまでは難しいなと思いますね。お前が持ってみて。ごめんちょっと拭いてください。はい、すいません。もう一回持って。ちゃんと入れてください。手が、手が失礼だ。食べてる？食べた？本当に。びっちゃびちゃだよ。このご飯が、まあね、お口に入れてちゃんと食べてくれればですけど、これないと、まあ、この子も この子自身も自分で、ね、あの食べてくれないとどうしてもご飯食べれてない状態になってしまうので、ね、シングなりしたんですけど、ね、ブラッシングするときもですね、すごく嫌がるようでしたら、うん、先ほどの持ち方を通していただいて、持っていただいて、お腹全然私だ、はい、このブラッシングしてあげたりとか、で背中だとどうしてもやれないので、ちょっと巻いて暴れちゃうと思うので、はい、巻いて挟んでいただいて、で背中ちょっとブラッシングしてあげたりとか、手をね、あげると、どうしても嫌がってらっしゃるんですけども、ちょっとやっていただけるといいかな。まあこれね、慣れなんでね、はい、また明日も来てもらってもいいです。来れます、お時間何時ぐらいに来れそうです。
もうちょっと入院して薬で済まった方がいいと思う。そう、それとあの最初しっかり投薬しなきゃ、この栄養補助ができれば投薬もできるんですよ。この中に薬入れればいいから。今のはもう朝一番に薬飲んでるんでね、今のには薬は入ってないんですけども、1日2回飲ませてほしいんですよ、薬をね。今じゃ今日は別に注射とかはいらないっていう。いやもうしてます、注射も。あ、してますね。してます。どうなの、そのこれができれば例えば今日連れて帰っていくこともできるんですか。うん、できますけどね。どう、元気にはなりましたよね、だいぶ。うん、ね、でもさ、おかげさまで。大変だけど、その点滴もだけど、点滴ではカロリーを補えないからさ、やっぱりこっちの方が大事なんですよ。食べない、食べ、あの食事をね、食べさせてあげる。割とバランス取れてるから、そのご飯はね、ご飯とか誘導食の場合はね。まあ、だからどちらでもいいですよ。連れて帰ってもらうんだったら、お薬とか誘導食の準備はしますけどもね。その場合はまあ注射とかはまた明日こう連れてきて、うん、また治療に来てもらえれば。でということで、お医者の観察の仕方ももちろん教えますから。観察が結構検査の代わりになるので。で今ブラッシングしてもらったのもこれも治療ですから、ね。うん、結構、そうそう、結構よくする。これもね、結構よくするために当ててるわけなんですけども、そう、それでそれあの今やってもらってるブラシは人間のウェットブラシの携帯用のやつ、1000円前後で売ってるから買っといてください、薬局から。わかりました。アマゾンでも売ってるんですよ、薬局でも売ってると思うんで、それは1個あるといいですよね。もっとちっちゃい方がいいかもしれないけど、なかなか、それってこうやっても全然痛くないですもんね、気持ちがいい感じだから、とても。昔はブラシ嫌がったけど、これはそんなに嫌がってない、ね。多分ね、気持ちがいいと思いますよ、これだと。これに慣らしといてから、もうちょっと目の細かいブラシでやるようにするといいかもしれないですね。まあね、私くん、みたいに昨日の今日だからさ、もうちょっと酸素にしっかり入れて治療した方がいいんじゃないかなと思います。それから、あの、梶田さんでしたっけ、うん、に慣れてほしい、あの栄養補助、ちょっと初めてだとね、多分できないです、みんなできないですよ。で何回かやってもらうと、だから明日でももし時間が取れるんだったら午前と夕方とあの両方来てもらえれば2回練習できるか、それでね、1cc ぐらい入れるようになったところで連れて帰ってもらうのが一番いいんじゃないかなと思うんですけどね、根本的にその肺の使用が疑われるんじゃないですか。それを治せって言われてもこれ手術しなきゃ無理なの状態で、この状態で麻酔かけて手術だと死んじゃう可能性があるから、あんまり懸命な治療じゃないかなと思うんで、もうそれを持った上で楽に長生きさせてやる。多分前から絶対あったんですよ、あれは、うん、だからもう一人の子と比べるとちょっと動きが違うっていうのはそのせいだったかもしれないですね。もう午前中は行けんけどね、朝行きとか。それだったら持って帰らんでいくんだ。持ってくのはそれ見てる。